お知らせ。妖怪ウォッチポイントに1200万ダウンロード1200ポイントプレゼントとお祭りコイン5枚、そしてガシャの中身に SS が5体、すごいね。あー、覚醒火の神欲しいな。素晴らしい。A ランクもあるんだね。じゃあ早速、うん、アイテム、あ、Y ポイントもあるね。早速3アカウント分回しましょうか。5枚って太っ腹だよね。5周年だからか。ただならぬ気配を感じますね。案の定、ね、ダメか。ウィスパーかい。でもここまで運があるから。結構金利低いじゃん。お、Y ポイント。金絶対来ない。どんぶらっしゃーん。じゃあラスト、まだなら気配を感じますね。これやばいやつ、これすごい爆死だな。とりあえず1アカウント目爆死でした。おお、10連で S ランク2体以上、コラボキャラ S 以上確定。あー、いいな、コラボキャラ S 以上確定、いいな。あー、しかも元気ドリンクもらえるんだ、いいな。 G ももらえるんだ、いいな。0.8% だけど、はあ、わな、いつものわながしゃに見えるけど、1体以上確定ならいいな。エンド、あ、でもグラマーでな、コラボキャラか。でも残念だが、ナイス。見なかったことにしてくれ。ガシャ行きましょうね。このセカンドアカウントも覚醒5円って言いますよ。違う。さあ行きましょう。5枚。金来てほしいな。また平石。やっと金来た。綺麗な、綺麗な見たっけ。結構来ねえなこれ。
シンディさん、これは隠しステージでゲットったな。だけど枚数が多い時ってあんまいいことないけど、ごくごく、うわ、何があり、うわすごいね、綺麗な確率アップ中だ。これマリオなんじゃないの？何が出ますかね。ドヤ顔のおっさん。これはかなり闇的な、嬉しいけど悲しいガシャだな。さあじゃあ3アカウント目いきましょうか。はい、じゃあガシャいきましょう。いっぱいあるな。ちょっと落とすか。楽しみにすね。こっから行こう。あ、ワイマネじゃねえ。何やってんだ。かい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 。あ、え、運が上がっちゃった。ありがとうございます。さあ。5枚いきましょう。これはまさか、来い、よいしょ。楽しみに絡んでたな。おお、ミッチB ランクなんだ。かい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 。いけ邪魔。SSS どころか SS も出ないな。これ出たやつすごいな。力を感じるでみせ。海にはエース。さあ泣いても笑っても最後ですね。最後。こい。何が出ますか。青ウィスパー。おお、できるんだ。っていう感じですかね。ドリームコインあったな。はい、じゃあ改めてこの1200万ダウンロード突破と5周年記念祭りコイン、ワイポイントと祭りコインか。ワイポイントは毎日、毎日100ポイントいいね。5周年か。木曜会な。これでも5枚で5人ゲットしたらいるかね。これでもどうなんだろうね。夏休み前だからサマーニャンボやるんかな。まあどっちにしろすげえのが出るって予定の場所で、ちょっとね、5枚ってちょっと辛いよね。なんか綺麗にしか出なかったな。ユーニアエースも出たの、フライシーも出たの。この B はインディ、チンディ J もね。B もあるし、C もあるってすごいよね。これが厄介だったな。相手も必殺出ましたね。Y ポイントは一番下の55ポイントが出た。って感じでしたかね。いや、これだったら1枚ずつで、最初のね、ニャンボみたいに1枚でいいのが出てくれた方が大変だったな。でも5枚は5枚で楽しみましたね。はい、なるほどね。でも5周年1200万ダウンロードどうもおめでとうございます。はい、じゃあ最後ドリームコインやって終わりにしましょうかね。
15連しましたけど、キングウィスパーでなんと S ランクがキレーネだけと、キレーネが2回出たっていう、それだけでしたね。ゼロ任せでした。はい、じゃあどうも、今回ご視聴ありがとうございました。じゃあ次の動画でね、次多分レベル7アイザキになると思うので、そこでお会いしましょう。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。それではさようなら。